イベント決定。ハロウィン期間と被ってまして、はい、ギリギリまでね、イベントできるか分からなかったんですけど、みんなに会うためにイベントをちょっとか、なんとか決定させることができました。わしはまたギャレットさんで、はい、日にちが10月29日。はい、ほぼ真っ当なんか。もうほぼハロウィン。真っ当なんか。あー、せやね。イベント名は、ハロウィンナイトACスタジオ。ハロウィンナイトACスタジオ。完全に今ちょっと見えたけど大丈夫、うん、完全に今決めたな。ずっと来るはもちろん新曲のきらめき夢もライブで披露させていただきますので、うん、はい、ぜひ皆さん楽しみに来てください。詳細とチケットは下の概要欄からチェックしてください。お願いします。お願いします。待ってください。待ってください。なぜこんなにテンションが高いのかと言いますと、これはテンション高くなりますわ。最高だね。私たちお仕事も兼ねまして、なんとニューヨークに行くことになりました。イエーイ。 NYC 他の単語になってるからお前。C あるんですよ実は。あ、ニューヨークシティか。そうです。あー、なるほど、そっちね。お前はもう行くな。はい、退場。待て、バイバイ。退場バイバイ。まあ、ということで、まあもうアメリカに行くことはまあこの二人にはもう伝えてあるんですけど、ノリさんにまだ何も伝えてないんですよ。あー、そうなんだよね。ノリさん、はい、なんか怖っ。さっきから僕たちニヤニヤしてますよね。え、そう、なんでめっちゃ笑ってる。ずっと君だけ教えてもらってないですよね。そう、めっちゃ気になってる。え、教えてもらえるんですか、やっと。教えません。教えへんのかい。ここまで回して楽しみだな。カメラ回して教えへんのかい。教えないんですけど、ちょっとだけヒントあげます。今からパスポートの顔写真についてるページの写真を撮ってきてください。え、海外行く。めっちゃアップやん。あ、ごめんなさい、ちょっとあんまりお話してください。はい、じゃあ必要なものチェックしましょう。とりあえずやっぱり歯磨き粉とか歯ブラシとか。あ、やっぱそういうの必要だな。あと石鹸とか。あと何さ、行くとこ知らずに俺行くの。知らない。あ、まあ知らないよ、こいつ。知らない。知らない。ティッシュとかタオルとかだけ持ってくように。怖い。じゃあそういうことで。え、じゃあって何？あと何？あと日焼けね。大事大事大事。これどこ行くの？ドッキリをしたいなと思いまして、何も言わずにアメリカ着いたらどんな反応するの。いやもうやばい。ルがでかい。すごすぎる。海外に行くことは多分分かってると思う。あー、意外は。だけどどこかは言わないし、とりあえずもう後で行くぞっつって連れてって、どんな反応するのかなって。まさかニューヨークとは思わない。そう、行くとしても中国とか韓国。韓国ね、近めなとこ。まあその辺じゃないかと。フライト時間12時間。いやーすげえ、果てだね。近かります。よし、タボ行くか。よし、行こうか。行くぞ。あ、なんで。ほら、ギャップかぶれ。スタンダップだ。あ、行くよ。え、な、どこに、どこに、何。行くから。何。行くから。どこ。タボ連れて行け。ほら来い。逃げるかもしれない。ちょっと、やや、え、な、どこ行くの。めっちゃ怖いんだけど。行くっつったら行くのよ、俺は。何、何。行く。マジで言ってる。マジだ。マジだ。ASMR ですか。これやる。今ね、空港着きましたよ。着いたね、空港。え、これさ、成田空港だね。成田空港です。どこ行ったの。え、海外。まあ、その考えがもう甘い。こっちチケットの料金だけはしたけど。ああ、教えてほしい。17万。バカじゃねえ。17万のところでどこ行くか来ればなんとなくできる。ああ、もう絞れてくるでしょ。なるほどねってなるか。まあでもみんなね、スタバで生きてたじゃん。結局生きてスタバ買ったやん。買った買った。年に5回ぐらいしか買ったスタバ。確かにな。いや、これなんか買ってる時にさ、出た。これ勝手にさ、なんか準備されて、俺ら勝手に用意したから。そう、これの感覚ない。自分で用意してないから。そう、スタバに忘れて大変なことになった。スタバのスタッフさん、ちょっと大変なことになってましたから。酸素水、開かない。
何これ。で、酸素水買おうとしよう。いや、まず酸素水飲んでしょ、それ。やかましすぎても、屁出たわ。屁出たわ、今やかましすぎて。でも体にいいらしいで、酸素水からもう行こうぜ。おい、ちょっと待って、俺が買うから待って。じゃあね。おい、待て。ちょっと置いてかんな、置いてくな。じゃね。空港で置いてくんじゃないよ。完全に空港です。いや、僕ザ空港飛び立つ前なんですけど、ここで大秘宝、恭平さんがパスポート忘れたので、うん、行けませんでした。いや、あいつめちゃめちゃ楽しみにしてたよ。チケット取ってあるのに行けませんでした。あいつすごいことだから、今どういう顔してたの。LYCLYCNO りさんはあの場所バレちゃいそうなんで目隠ししてもらってます。そうだね。でで怖いのよ。いや、楽しみだね。何これ。どこ行くんでしょうね。何、めっちゃ怖い、ね、楽しみだね。この飛行機で行き先知らないのお前だけで。そうだね。確かにめっちゃ怖いんやけど。なんだ、マジで怖いかも。伝わってないよ、伝わってないよ。本当に言われてないから。このあと口でアナウンスとかでも聞こえないようにイヤホンしてもらいます。あ、そうだね。ということで、じゃあ何時間かかるかわからないフライトを楽しんでください。楽しんだな、空の旅を楽しむんだぞ。怖いんですよ。一個も寝られへんし、そわそわしてる。それこうなりますよ、こんな顔に。もうヒゲも生えてきたし。はい、ということで、はい、ホテルに着きました。着きました。いや、着いたね。外国ってことは分かるけど、まだどっか分かんないでしょ、正直。うん、だって周り見たらまあ外人さん多いなぁ。でもまあそれで終わっちゃうからね。綺麗だなぁみたいな。そうそうそう。あー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 。ここはですね、ニューヨークです。はい、来ました。 NYC、ニューヨーク。 NYC です。ちゃんとバカやん。ちゃんとバカですよ。え、やっぱちょっと急になんかさ、ドッキリしたくなっちゃったから言わないでよ、こう。いや、今めっちゃテンション上がってきたわ。お、でしょ。めっちゃテンション上がってきた。ニューヨークで、ここ。え、ニューヨークだよね。これニューヨークです。正直、あの前日一番怖かった。途中からあんまビビってなかったもん、ね、そう、なんかちょっとワクワク感があって。もう仕事も兼ねてニューヨークに来ることになってドッキリをしたんですけれども、なんとこっからさらなる ST の本気を見せるということで、おアメリカでしかできないような都市伝説やホラー、そして企画をバンバン上げていこうと思います。あ、さあ、素晴らしい。 USA! USA! わっ、感じでもアメリカンなやつをバンバンやっていくんで、いいねー、いいっすねー。皆さん少しでもね、壮大だと思ってくれたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。すげえ。次の動画行きましょう。バイバイ。バイバイ。お前めちゃめちゃ税関の人にバカにされてたよな。英語もわかんないから、もうずっとこうやってたら税関同士でこいつバカだよって笑い出して。ガチだから、ね、ガチで税関同士がもうこいつもう何もわかんねえみたいな感じで笑ってて。まあね、あのびっくりですよ、あの英語喋れないけどバカにされてるのすぐわかるから。すぐわかる。すぐわかる。うん、もしかして この家来ても怪奇現象。え、マジで嘘でしょ。え、え、マジで言ってる。さすがに嘘だよ、なんか水の音してる。え、さすがに嘘だよ。え、ちょっと待って、めっちゃびっくりしちゃう。え、今何。そう、もうほら、もう水出たよね。水出たね。もうホラーナイト出てる。絶対水出てたよね。アメリカでもホラーナイト始まる。はい、わ、チューしてる。肉にチューしてるで。わっさっめー。わっさー。わっさー。なんか、あったらしいですね。担当直入に4万5千円すられました。4万5千円すられました。
常識の壁などこませ